論文を絶対通したいですよね。ここではどうやったら論文を通しやすいのかっていう5つの通しやすい論文のパターンですねっていうのをお伝えしていきます。岩月です。研究や論文など多くの方へメッセージを届けたい方へのチャンネルなので、よかったらチャンネル登録されてください。じゃあ早速この5つですね、どうやったら論文が通りやすいのかっていう、こう僕が思う特徴ですねっていうのをお伝えしていきます。今まで論文を20本程度書いて、査読も30、40ぐらいやったので、結構こう信憑性があるっていうふうに思っていただけると嬉しいです。じゃあ早速いきましょう。まず1つ目はフォーマットがしっかりしているかってことですね。僕の場合だと、まあ、APA フォーマットっていう、こうアメリカンサイコロジカルアソシエーションっていう、まあっていう場所があって、まあこのように論文は書いてくださいねとか、まあ、論文のその文献の整え方とか、どうやって論文を使った時にこの論文使いましたよっていうのを文章に書くのかっていう、まあ、そういうしっかりした、まあ、フォーマットっていうのかなっていうのがあるので、それを整えるってことが一番大事になってきます。論文の基本的な形ってなった時に、まず一番最初に来るのが小6って言われるとこ、まあ、アブストラクトって言われるところですね。でその後に所言が来て、でその後に方法、結果で考察で、場合によってはそのまあ結論、まあコンクルージョンっていうのを書いてくださいっていうところもあれば、まあそれが結構考察っていうのかなの後ろに入ってるところもあるんで、これはジャーナル、その論文を出す場所によって変わってきます。でまあどのその研究論文を出すときにも、一番最後のところに、まあ参考文献っていう風に使った論文っていうのをまあ並べるのがあるんですけど、それとかっていうのを結構並べ方がまあ荒れてる場合っていうのは、まあ基本的に多分そこが荒れてる場合っていう本文も結構荒れてるっていう風にやっぱ思われてしまうんで、まず論文を出した時にこうチラッと見た時に、あやっぱフォーマット整ってないなとか、やっぱ論文の形、その先行研究使った論文っていうのをうまく文章に書かれてないなっていう場合っていうのは、結構却下されるっていうのは多いです。他にも細かいことを言うと、まあ所言っていうところでこういくつかなんかサブタイトルみたいなのつけて分けるところもあれば、まあ例えば結果とか、まあちょっと戻りますけど方法っていうのもそうですよね。例えばですけど、どんな人が対象だったかっていう、被験者っていうのもあれば、まあ、どういうふうにこうデータを取ったのか、まあ、質問してどんなの使ったかっていうような書くところもあれば、しっかりサブタイトルをつけてるかっていうのもね、結構大事になってきます。で、じゃあどんなことをやればっていうことで、まあそのしっかり今から自分が出すっていうところのその論文の雑誌ですよね。っていうのの、どういうふうにしなきゃいけないのかっていうのをしっかり読むっていうことですね。だ例えばですけど、こう APA フォーマットっていうのを使ってくださいっていうところではしっかり使うし、まあ違う場合ですよねっていうのは使わない。なので、まあそれをね、読み込むっていうことで、これは大丈夫かなと思います。二つ目ですけれども、目的と結果っていうのが、しっかりこう一致してるかってことですね。だからこう、まあ研究とは何かっていうので簡単にお伝えしたんですけれども、まあ研究っていうのは基本的にこう何かの問題を解決するってものになるんですけれども、やっぱりその、まあ問題っていうのがあるので、こうこうこれを解決したいからこの研究がありますって、やっぱ目的があるんですね。まあないとちょっと厳しいんですけど、まああるっていう体でいきますけど、でその結果っていうのがしっかり目的があるからこの結果なんだよねっていうのがひっついてるっていうのはすごい大事ですね。あとも結果にちなんでですけれども、大げさに書かないっていうのがすごい大事になります。だから例えばですけど、この結果だからこれを言えるよねっていう、この結果あんまり足りないんだけどここまで行っちゃおうっていう、結構大げさに行くと通りにくいってことがあります。三つ目ですけれども、当たり前なんですけど、文章が分かりやすいということになります。だからこれは結構、僕もよくあるパターンなんですけど、自分が読むと自分の文章っていうのは結構理解できますよね。でもそれをしっかりこう人に読んでもらって、こう全く知らない人がしっかり理解できるのかっていうのはすごい重要になってくるんですね。なので、例えば、その論文を出すってなった時に、その査読者っていう方が見るんですけど、皆様の研究知らない方がいきなり見るんですけど、なのでちょっと分かりにくいなっていう、やっぱこう査読者を混乱させるのが多分一番良くないんですね。なので、できるだけ分かりやすく書く。だどういうことをできるかっていうと、例えばですけど、僕結構最初の方ミスだったんですけど、やっぱ論文ってなるとちょっとこう意識して、なんかかっこいい文章を作ろうとして、で、どうなるかっていうと、結構なんか文章が長くなっちゃったりするんですね。でもこれってやっぱ英語と日本語関係なく、文章が長いとやっぱ分かりにくかったりするじゃないですか。なので、できるだけ短い、なんていうのかな、文章にするっていうことで、分かりやすくするっていうのはすごい大事になります。あと、文章っていうことで、しっかり段落ができているか。だから例えばですけど、1ページ。その APA フォーマットっていう場合だと、1行開けなきゃいけないっていう、ルールみたいなのがあって、で、例えば1ページ、そのまま1個も段落が変わってない場合って、結構長いなっていうイメージがあるんですね。なので、1ページ丸ごと段落が変わってないなっていうのは、ちょっと長いなっていうふうに思っていただければね、いいと思います。
で、4つ目ですけれども、こう自分が出そうとしてる、その、まあ、論文っていうのかな、その場所がありますよね。そこに自分のデータとか、自分のこう目的結果っていうのかな、っていうのが合ってるかっていうことですね。だこれがどういうことかっていうと、で例えばスポーツ心理学とか、まあ、運動学習っていうのが、まあ、僕の研究領域なので、まあ、そのことを簡単にお伝えするんですけど、まあ、スポーツ心理学でも、いくつか、ジャーナルってあるんですね。だ例えば、あんまりここではこう、ギュッと深掘りしてお話はしていかないんですけど、その、まあ、量的研究って言って結構、まあ、アンケートだったりとか、こう本当数字ですよね。数字を扱うようなのを好むようなジャーナルもあれば、例えば人にインタビューしたりとか、まあ誰かなんかをこうまあなんていうの観察して、そういう結果をこう質的にまあ数字とかあんまり関係なく書いていく場合で、やっぱそのような研究っていうのを好むような雑誌っていうのがあるんですね。なのでそのジャーナルがどんなような研究っていうのを好むのかなとか、どんなデータっていうのを好むのかなっていうのを理解するのはすごい大事になります。で一つ例を挙げると、ジャーナルオブスポーツサイエンスっていう、こうスポーツ科学だとまあ結構世界一みたいなところに、まあ一回だけ僕論文が通ったことあるんですけど、その時に使ったデータっていうのが運動生理学系のデータを使ったんですね。で結構運動生理学のデータっていうのを結構好むなんていうのかな、まあ感じっていうのがやっぱあったので、まああと結構データ取るのが大変っていうのもあるので、そのデータっていうのは多分すごい好まれたっていうのが僕の場合はあります。じゃあ一つ質問として、じゃあどうやったら自分の研究っていうのがここのこの論文の雑誌に合ってるのかっていうのをこうまあチェックするのかっていうのは結構大事だと思うんですけど、例えばそこのその論文雑誌の例えば過去5年とかを見てみて、自分の取ったデータに似たような研究があるかなとか、例えばですけど自分がその自分の研究を見たときに参考研究っていうの、参考文献っていうのかな、いっぱい使った論文ってありますよね。それを見たときに、あ、例えばこの研究者の論文ってここ通ってるなとか、そういうようなのがいっぱいあればあるほど、その皆様が出すところっていうのは、なんていうのかな、まあ、適してるというふうにね、言えることができます。で、5つ目がめちゃくちゃ大事で、まあ、これって結構わかりやすいんですけど、まあ、例えば皆様が研究を出したときに、まあ、その参考文献を見たときに、こう、まあ、2020年に出す研究にしましょうか。ってなったときに、例えばですよ、2010年が一番新しい研究だったとしましょうか。っていうのは結構古いですよね。だから例えばめちゃくちゃ古い理論を使って、まあ例えばこんな研究がやられましたよ。で、今はこうでって、このまあ例えばこの理論をなんかまあテストしたりとか調査したり。で、なった時には多分その古い論文っていうのを使うっていうのはすごい大事なんですけど、基本的には新しい論文を使って、こう、なんていうのかな、研究を構成していくっていうのはすごい大事なので、例えば初言とか、考察っていう、こう皆様、まあ僕もそうですけど、論文をいろいろ入れるっていうのかな、論文を使うってなった時に、そこに新しい研究があるかっていうのはすごい大事になります。で、他のところでもこうお話ししていくんですけど、例えばですけど、初言イントロダクションの書き方っていうことで、また僕結構5段落で書くんですけど、まあこうどういう風に最初書くのかっていうか、こうまあ大まかに、例えばこうですよみたいな、こうちょっと簡単な歴史みたいなのを書きたい場合っていうのは、まあこう古い論文っていうのは問題ないですよね。でも例えばですけど、こうこの研究っていうのはこれがないからやりますよっていうような、こう、まあ、なんていうのかな、まあ、過去の研究とのギャップみたいな、溝があるからやりますよっていう話をするときっていうのは結構新しい論文がないと、これって結構論文古いんじゃないっていうふうに、論文をチェックする査読者の方に言われることがあるので、まあ、こう最初にもお伝えしたように、こう、まあ、比較的新しい論文を入れるっていうのは結構大事なことになります。こっちの動画ではシンプルに5段落で書く初言の書き方っていうのをお話ししてるので、そちらで皆さんお会いしましょう。See you there!